プロ野球セリーー巨人 DNA14 日東京ドーム競泳のリオボリン金メダリスト萩野公介さんが始球式を行いましたロンドンリオデジャネイロ東京の3大会に出場した萩野さんはリオボリンで 400m 個人メドレー金メダルを獲得するなど合計で4つのメダルを手にしています始球式での背番号は726 その理由は7月26日から始まるパリ五輪です。実は、萩野さんは日本テレビ系のアスリートキャスター。選手の皆さんにリスペクトを持って取材して、大きな幸せを感じながら、多くの方々にスポーツの素晴らしさを伝えていきたいです、と意気込んでいました。マウンドに上がった萩野さんは、東洋大学の後輩で、キャッチャーを務める佐々木俊介選手に向かって投球。 惜しくもワンバウンドとなりましたが、笑顔で手を振り、歓声に応えました。東京五輪の野球で金メダルを獲得した巨人の坂本勇人選手からは、もうちょっとだったね、と声をかけられたそうです。始球式を終えた萩野さんは、人生初の始球式、大観衆の前でワクワクしながらマウンドに上がりました、とコメント。ブルペンで哲也投投手コーチに教えていただいたただことを意識しながら投げ、 採点するなら10点満点中10点という投球ではなかったですが、大観衆の中で投げさせていただき楽しめたので10点満点です。とすると、最後は7月26日に開幕するパリオリンピックも日テレ系アスリートキャスターとして頑張りたいと思います。と締めくくりました。